アルミハックにコーティングされたベンタブラックベンタブラックはカーボンナノチューブから構成される可視光の最大99.965%を吸収する物質。光が当たるとそれを跳ね返すのではなくチューブの森に捉えチューブ内を何度も屈折させ最終的には吸収されて熱として放散される。2019年に MIT が 吸収率99.995%の物質を発表するまで基地の最も黒い物質であった。バーティクリアラインドナノツベアレーズの頭文字を取っている。初期の発展はイギリス国立物理学研究所によって進められたが、ベンタという言葉はこの頃は生まれていなかった。現在はサリーナンシストムズで開発が進められている。この物質には 望遠鏡の名工防止や赤外線カメラの性能向上等様々な応用がある。サリー・ナンシストムズの CTO であるベンジェンセンは次のように説明する。例えば、この物質は望遠鏡の感度を向上させることで遠い、かすかな星の光も捉えられるようにする。また、非常に低い反射率のため、地上や宇宙空間、大気中の機器の感度を向上させる。また、 ベンタブラックは、就行型太陽熱発電の素材として用いることで、熱の吸収を高めることができる。また軍事では、熱カモフラージュ等の応用がある。ベンタブラックの放射率と拡張性が、幅広い応用を可能にしている。芸術家のアニッシュカプーアは、この物質を創作に用いている。近年では、H モーザーなどの時計メーカーが、時計の文字盤に、ベンタブラックを用いている。 2019年8月30日、BMW はベンタブラックの派生素材で塗装した BMWX6 の特別モデルを製作したことを発表。フランクフルトモーターショーで公開する予定。ベンタブラックはこれまで開発された物質の改善となっている。木炭は入射光の4%を反射する。基地の二番目に放射を吸収する物質はセントを 除いたすべての光を吸収するが、ベンタブラックは0.035%を除いたすべての光を吸収する。また、この新しい物質は摂氏400度で形成される。アメリカ航空宇宙局は似たような物質を開発しているが、その成長温度は摂氏750度である。従って、ベンタブラックは高温に耐えられない物質の上にも成長させることができる。 ベンタブラックのガス放出や粒子効果は少ない。かつての似たような物質はこれが多いために商用化が妨げられてきた。また、ベンタブラックは振動耐性や耐熱性も優れている。2016年、英国の彫刻家であるアニッシュ・カプーアは、ベンタブラックの製造元であるサリーナのシステムズ社から、同製品のアート分野における独占使用権を購入した。 この問題により、ベンタブラックを芸術活動に用いることが困難となったポートレート作家のクリスチャンファーやアーティストのスチュアート・センプルなど多くのアーティストやメディアから批判の声が上がっている。特に創作活動の自由を求めるセンプルと独占使用権を持つカプーアの対立は強く、センプルが世界で最もピンク色のピンクを開発し、アニッシュカプーアと その関係者は購入できないとの警告付きで、ウェブ販売すると、カプーアが自身の公式インスタグラムにて、センプルの開発したピンクの塗料を中指につけた画像を投稿するセンプルが、カプーア以外の世界中の人々が自由に使うことのできる黒色塗料ブラック2.0、ブラック3.0を開発、販売するなどの応酬が起こっている。ありがとうございます。